皆さん、小西バティビ第クーボーイ、一生巨人ファイルのキングタクです。デイブ・オークボさん知ってますかデイブ・オークボこと、オーク、オークボ・ヒロボトさん。実は西部にドラフトで、まあ、84年に、ドラフト1で入団するも、キャッチャー、当時、伊藤つとむさんがいて、なかなか活躍できなかったんですよ、それが。その後、巨人でトレードに移籍して、巨人に適した、本当に頭角を現しました。正キャッチャーとしても、打てるキャッチャー、本当にすごいです。ホームランも量産して、本当にすごいです。はい。 その後、キャッチャー、村田慎一さんに取られてしまって、併用する形でなったが、まあ、引退を表明し、その後、プロゴルファーとしても活躍はしたものの、えー、野球のコーチにふ、に就任したのは西武、渡辺久信さんの要望であることから、監督にし、コーチに就任するも、選手に対する暴力問題でも、大変なことになっちゃったんですよそりゃあ驚きです。はい。まあ、 ユーチューバーでも活躍し、まあ野球解説者、評論家としても務めてはおります。はい。実は楽天の2軍監督、まあ1、1から1軍監督にも就任しましたがし、なかなかダメですよ、全然。期待には答えられず、結局解禁となってしまい、まあ大変ですが、今年実は心筋梗塞を起こした暴ードの復帰したそうでございます。もうこれは大変ですね。はい。 今後のデーブ、大久保さんと活躍に期待してほしいです。以上です。バイバイ。